皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語やっていきましょう。1516回目ですね。名古屋場所後半戦です。堀川さん、あ、これは差し替わりだ。陣馬さんとで、一条さんが立風さん、黒門さんは勝木さんと、これは全勝同士ですね。で、大宮さんは玉隼人さん、レミズさんは猪熊さんとの同門対決、下田中里さんは中田中里さんとですね、下中対決9日目に行われます。猪熊さんはなんとね、2連敗しちゃいました。で、松山さんは飛天翔さんとですね。それでは9日目参りましょう。大宮さんは玉隼人さんと3勝5敗同士ですね。そして松山さん勝ち越しをかけての一番、5勝3敗飛天翔さんがお相手となります。下手出し投げ、ここで8勝目、8勝1敗となりました。8連勝同士の対決となります。黒門さんは暁さんと、黒門さんついていく、一気に追い込んだ、さあここで組んで暁さん寄ろうとするが寄れない。さあ黒門さんを押し出せるか、押し出した。全勝同士の一番、黒門さんに軍配。堀川さんは8連敗中の陣馬さん、こちらパスします。そして6勝2敗同士の同門対決、下田中里さんと中田中里さん。突き落としは返した。ここでケタグリ2発、横綱こらえる。中田中里さん押しに入った、一気に追い込む、勝負に出た。ここで突き返す横綱、中田中里さんもう一回寄って、土俵際下田中里さん粘る、押し2つ返した。ケタグリ今度は決まった。こちらも同門対決、6勝2敗の猪熊さんと7勝1敗デミズさん。先手先に寄ったのはデミズさん、突きに入る、はたいた、デミズさんが勝ちました。8勝1敗。結びの一番、一条さんと立風さんの対決、7勝1敗一条さん、6勝2敗立風さん。さあまずは横綱一つついて下がらせました。今度は下がらない。一条さん回しが取れない。一進一退。押しに入る。追い込んで突き出し、ここは一条さん勝ちました。8勝1敗照ノ花さん、百鬼丸さん、きっちりね勝っております。大宮さんも玉隼人さんを突き出して4勝目。9日目終了、全勝は黒門さん、照ノ花さんの2人、8勝1敗一条さん、出水さん、赤月さん、松山さん、百鬼丸さんの、5名。さあこの状態で10日目に参りましょう。堀川さんが百鬼丸さんと、今日から横綱と、第3グループのね一
一番になります。さあ、クロモンさんはテルナーナさんと全勝同士大宮さんは中田千里さんと当たります。で、下田千里さんは松山さんとの同門対決。井の熊さんは比叡さんとですね。結構差し替わりがありましたね。さあ、出水さんは4勝5敗の千代の鶴さん、こちらパスします。そして9連勝同士、クロモンさんとテルナハさんの一番。テルナハさんもね、いい時力落としたように見えてたんだけどね、そんなことなかったんですよね。さあ、ここは寄ってくる、寄ってくる、寄り倒し、テルノハナさんの勝ち。中田千里さんと大宮さんの同門対決、7勝2敗の中田千里さん、4勝5敗の大宮さん。さあ、まずは大関がここで2つ目の突きが入ります。一気に追い込むか、大宮さん粘る、追い込んだ、土俵際、大宮さん持ち直すか、持ち直した、真ん中に戻す、ここで差し替わって再び大関寄りに入ります。突く、さあまた一気に勝負に出る、突き出した、中田千里さんここで勝ち越し8勝2敗、大宮さんは6敗目となります。堀川さんは8勝1敗の百鬼丸さんと、さあここは付き合い、今度は押しに入る百鬼丸さん、あー、これは百鬼丸さん一気に勝負に出た、苦しい体勢、堀川さん寄り切り、堀川さん敗れました。下田千里さんと松山さんの同門対決、6勝3敗下田千里さん、8勝1敗松山さん。さあ、先手、ここは下田千里さん押し、そしてより一気に勝負に出るか、押した、追い込んだ、突き出し、下田千里さん7勝目。井の熊さんは4勝5敗、比叡さん、こちらはパスします。そして結びの一番は1敗同士、一条さん対赤月さん。一条さん追い込んで突き倒し、一敗同士の一番、一条さんに軍配。さあ、全勝同士の一番は黒門さん敗れました。そして立川さん今日も敗れて4敗目。出水さんは千代の通さんをなんとか破りました。10日目終了、全勝テルノハナさんただ1人、9勝1敗が4名、一条さん、クロモンさん、デミルさん、百鬼丸さんで、8勝2敗が3名、中田千里さん、赤月さん、松山さん、井の熊さん、下田千里さん7勝3敗、堀川さん6勝4敗、大宮さん4勝6敗です。下位は竹の内さんが7勝3敗、あとは飛天翔さんが6勝が最高ですね。重量は、これは混戦模様、9勝1敗の猪苗代さんが1人、8勝2敗が5名という状態です。では11日目、堀川さんと松山さんで、一条さんがテールの花さん、ここはストップできるか、黒門さん、大宮さんと、大宮さん苦しいね、上と当たってここで、レミズさんは尾花沢さんで、下田千里さんが百鬼丸さんと、最近絶好調ですね。井の熊さんと赤月さんで、松山さんと堀川さんの同門対決、一条さんが敗れると我が部屋ピンチですね。
さあ、デミズさんは4勝6敗のオバナザーさん、こちらパスします。そして、大宮さん4勝6敗、クロモさん9勝1敗のドーマ対決。昨日はテロナーさんにねほぼストレート負けを食らってしまいました。さあ、ここは一気に突き出したストレート勝ち、10勝目。大宮さん7敗目崖っぷち。中田千里さんは4勝6敗、比叡さんこちらパスします。そして同門対決6勝4敗、堀川さんと8勝2敗松山さん。下手出し投げ堀川さん7勝目。下田千里さんは9勝1敗、百鬼丸さんと。下田千里さんマシが取れません。百鬼丸さん押しに入る。まだマシが取れない、手が出ない。ようやく差し替わった、釣りに入るがこれは不発、すぐに差し替わる。ここで横綱のようやく押し、より2つ空いた、一歩下がらせた状態。百鬼丸さんがまたまわしを取っている。ここで下田千里さん横綱突きが入って土俵際一歩手前じわじわといく、寄って追い込んだ、勝負に出た、寄り切り、下田千里さん勝ち越し。猪熊さんは8勝2敗、関脇赤月さんと。さあ、猪熊さんもここを勝ってなんとか勝ち越したいところ。さあ、突きに入る、じわじわといきます猪熊さん。ここで追い込んだ土俵際、突き倒した猪熊さん勝ち越し。これでお互い8勝3敗同士。結びの一番、一条さんは全勝中、テロナーさん止めれるか。先手4点に入った、巻き返してくる、あーい、テロナーさん寄ってくる、切り返し、これはこらえた、取ったり、これもこらえる。神様は手が出ない、じわじわとくる手のハさん。下手出し投げ、照ノ花さん勝ちました。神様一条さんでも照ノ花さんを抑えられません。11日目終了、全勝テロナーさん10勝1敗、クロモンさん、デミズさんという図式になっております。竹野内さん勝ち越しました。それで、大宮さん4勝7敗崖っぷちという状態で12日目、堀川さんは比叡さんと、あ、また差し替わりだね、一条さんは松江町さんと、でクロモンさんは千代の鶴さんで、大宮さんが立ち風さんね、で出水さんとテルナーさん、もうあと出水さんしかいないのよね。下田千里さん、赤月さんと、中田千里さん、尾花沢さん、猪熊さんが百鬼丸さん。ここは同門対決でしたね。神様対わさしの対決。さあ、いきなりの注目の一番、出水さん止めれるか、全勝中のテルノハさん。さあ、先にまわしを取って寄ったのはテルノハさん、上手投げ、これはこらえた、出水さん突きに入る、3つ入った、4つ入った、一気にいくか、追い込んだがここで止まる。テルマハさん寄り返してきた、真ん中に戻した、デミズさん苦しい一番、再び真ん中に戻すが、またテルマハさんが寄ってくる、
真ん中に戻したところで再び止まりました。デミさん、ついていく、ついていく、ついていく、もう一回勝負に出た。今度は突き出した。これでテロナハンさんも全勝ストップ。さあ、大宮さんは立ち風さんとです。敗れれば負け越しとなります。手が出ない。土俵際苦しい。寄り切り、大宮さん負け越し。立川さんはなんとか勝ち越しました。黒門さんは4勝7敗の千代の鶴さん、こちらパスします。中田千里さんは小花沢さん、こちらも4勝7敗 パスします。そして堀川さん、勝ち越しをかけての一番、4勝7敗比縁さん。ケタグリこらえた。さあ、どんどんついていく。追い込んだ土俵際、まわしを持って寄り切り、ここで勝ち越し。8勝4敗下田千里さんと赤月さん、8勝3敗同士の一番。さあ、まずは横綱ついた。そしてまわしを取って寄りを仕掛けるが、これはこらえられる。横綱再び突きに入る。赤月さん押し返した。2つ入った。真ん中に戻しつつ、横綱また真ん中で止まる。マシを取っているのは赤月さん。押しに入って一歩下がらせる。下田千里さんすぐに戻す。マシを取って寄りが入らない。今日は寄りが入らない。苦しい。寄りと突き、一気に勝負に出た。送り出し、これはなんとかこらえた。突き出し、下田千里さんの勝ち。猪熊さんは9勝2敗、小結百鬼丸さんと。猪熊さん一気についていく。突き出した。百鬼丸さん3敗目となります。一条さんと松山町さんの同門対決、12日目結びの一番。神様の相手、押しに入った。松山さん苦しい。じわじわと下げられる。ここで勝負に出た。押し出し、一条さん2敗をキープ。出水さん、なんとかテルナハンさんの連勝を止めました。大宮さんは残念ながら負け越しがここで決まりました。12日目終了、11勝1敗が3名という状態になりました。そして10勝が2人ですね。で、桐風さんが負け越し。南西龍さんとゲームの差は7勝5敗で勝ち越しリーチで残り3日となります。下位は竹野口さん1人勝ち越し7勝、しぐれさんと戸越嵐さんね。重量は荒れております。稲城さんが1敗でなんとかトップをキープ。10勝が3名という状態で残り3日にあります。13日目、堀川さんと猪熊さん、一条さんと下田千里さん、これは横沢同士の一番2つですね。で、黒門さんは出水さんと一敗同士か。下田千里さんと一条さんでしたね。だからあとは松山さんが誰と当たるかですよね。中田千里さんは立ち風さんと、松山さんが勝木さんとね。ということは
テロナーナさんと百鬼丸さんか。大宮さんは6勝6敗非天勝さん、もう負け越しが決まっております。こちら8勝4敗同士、松山さんと赤月さん、ここ1年は赤月さんのほぼほぼね力でゴリ押しで敗れている松山さんですけどね。さあここも月に入った、一気に今赤月さんは しかしたしかしすぐに突き返す、土俵際追い込まれた、押し出し、ここは赤月さんに軍配。一敗同士の対決、黒門さんとデミさん、突き出しました。ここは黒門さんに軍配。中田千百合さんは立風さんと、立川さんは 今場所8勝4敗。ケタグリ沈めた、中田千代さんの勝ち。猪熊さんと堀川さんの同門対決、9勝3敗猪熊さん、8勝4敗堀川さん。さあここは猪熊さん力で押し込みました、突き出し。13日目結びの一番は一条さんと下田千里さん、先手下田千里さん、押しつき一気に勝負に出るか。ここで追い込んだ下田千里さん、土俵際なんとかをつけた一条さん、土俵際苦しい、送り出し効きません。ここは下田千里さんに軍配、一応さん3敗目。百鬼丸さんとテルナーさんはテルナーさんに軍配、テルナーさん1敗を守りました。南青龍さん6敗目、ゲームナさんはここで勝ち越し、大宮さんは今日は勝ちました。13日目終了、竹本さん10勝目ね。12勝1敗が2人ね、本割の方はもう黒門さんがね、テルマハンさんに一方的に敗れておりますんで、このままキープすれば優勝決定戦の可能性はまだ1つ残しております。それでは14日目、堀川さんと一条さん、黒門さんが立ち風さん、ここで敗れるわけにはいきません。松山さんはテロナーナさんですね。もう松山さんでは手がつけれないかもしれない。大宮さんはデワサンザンさん、お相手1勝12敗。松山さんは12勝1敗、テロナーナさんと関明同士の一番。させて押しに入った松山さん、2つ入る。張り手はかわされて、ここでまわしを取ったテルマハさん、二丁投げ、テルノハナさん1敗をキープ。そして黒門さんは8勝5敗大関立川さん、立川さんはね今場所ね、あーでもここは寄ってくる、黒門さん手が出ない、悪いパターンか。追い込まれて、これはピンチ、土俵際なんとか盛り返した、より2つ、あ3つ目入らない、寄り切り、黒門さん敗れた。こちら12勝
11勝2敗同士、中田千里さんとデミズさん。追い込んだな中で、ああしかし突き落とし土俵際、これはデミさん前10勝3敗同士の横澤同士は1番猪熊さん対下田千里さん、救ったー。ここは下田千里さんいきなりの得意技、そして14日目結びの1番は一条さん対堀川さん、下手出し投げ一条さんここで敗れる。さあこれでなんと黒門さん立ち風さんに寄り切られて、またもやテルノハさん単独トップ、最後は赤月さんとですよね、千秋楽はね。さあここを勝つか負けるかで変わってまいります。もう他力本願ね、テロハさん、まあ野球で言えばマジックがついた状態になりました。14日目終了です。上位陣テロハさん13勝1敗12勝2敗がデミズさん、クロモンさん、クロモンさんは痛いね、一番となってしまいました。キリカズさん10敗目、大宮さんが6勝8敗、竹野内さん11勝3敗で、会は戸越原さん勝ち越しました。何勝何敗しぐれさんがと荒日高さんね、当落戦場で、十両稲城さん2敗目となって12勝2敗が鈴鹿駒さんと稲城さん2人、11勝3敗諸瀬戸さん、越の花さん、虹の海さんの3名という状態ですね。それでは、千秋楽いきましょう。他力本願の状態で堀川さんは下田千里さん、一条さんはここへ来て横綱戦2連敗、今日は猪熊さんと、黒門さんと中田千里さんは大関正大関同士ね、で出水さんが立ち風さん、下田千里さんは堀川さんと、中田千里さん黒門さんとですね、松山さん百鬼丸さんと、もう松山さん上と当たると辛いわね。大宮さんは1勝13敗、陣馬さんと7勝8敗で終わりたいところ。松山町さんは9勝5敗、百鬼丸さん、さあ百鬼丸さんは初小結び、ね、10番勝って終われるかどうか、松山さんは意地を見せるか。下手投げこれはこらえた、しかし一方的に追い込みました。土俵際粘る、さあここで差し替わる、もう一回松山さん勝負に出る、よったー、松山さん千秋楽勝ちました。そして出水さんは2敗をキープしないといけません、9勝5敗立川さんと、さああとはテルハーさんが赤月さんに負けてることを祈るのみという状態。さあ出水さんは残らないといけない、立川さん粘る、あー真ん中に戻した、残った土俵際追い込みますが、これはいつもの立ち返さんの粘り、押し出した出水さん。さあこれで あとは黒門さんも残るかどうか、大関同士を1番、中田千里さんは11勝3敗、先手は中田千里さんの突き、黒門さんすぐにまわしを取って寄り返す、真ん中で止まった、再び今度は中田千里さん押し返した、黒門さん寄り返す、真ん中での攻防、
中田中さんの押しが入る。クルボンさんすぐに押し返した。ここでクルボンさん押し返して2つ目寄って3つ目。さあ一気に勝負に出るか。中田中さんここで突き返してきた。真ん中に戻す。残った。追い込んだのはクロモンさん。押し出し、クロモンさんもなんとか残りました。さああとは横綱同士の一番、下田中里さん対堀川さん。11勝3敗の下田中里さん、9勝5敗の堀川さん。ここは一方的に2つで土俵際一歩手前に下田中里さん追い込みました。土俵際寄り倒し、下田中里32勝目。10勝4敗同士、一条さん対猪熊さん。ここは付き合い押し合い、真ん中での攻防。追い込むか、いや猪熊さん突き返してくる。付き合い優勢なのは一条さん。しかし土俵際までは追い込めない。追い込んだ。さあ一条さん勝負に出る。あーしかし仕留めきれません。猪熊さん粘った。土俵際一歩手前で止まった状態、もう一回押しに入って追い込む。あー猪熊さん突き返した。もう一回追い込む。3度目もこらえた。さあここで猪熊さん一気に戻していくか。一応さん4度目の追い込み、これは決まった。突き出し勝ったのは一条さんが11勝4敗で終了。照ノ葉さん敗れた。さあこれで巴戦になるのか。巴戦になればね、我が部屋は一応有利にはなりますけどね。はい、というわけで名古屋場所、まずは上からいきましょう。一条さん11勝4敗、猪熊さん10勝5敗、下田中里さん12勝3敗、堀川さん9勝6敗、中田中里さん11勝4敗、黒門さん、出水さん13勝2敗で、照ノ葉さんも13勝2敗で、このあと3名の巴戦、松山さん9勝6敗、大宮さんは今場所も負け越しました、7勝8敗、しぐれさん7勝7敗からの勝ち越し、戸越原さん9勝6敗ね。重量は稲城さん敗れて、鈴鹿駒さん勝って逆転での重量優勝、鈴鹿駒さん12勝3敗が3名というね、勝ち越し今回は、ああ半分以下かね、あ、そんなことないか。あ、勝ち越しの方が多いんやね。はい、ごめんなさい。では、巴戦に参りましょう。まずは黒門さんとデミジさんから。さあここはデミジさんが一気に行った。ストレート勝ち。そしてテルノハナさんとですね、さあ押っつけて押しの一手、下手投げ、これはこらえてるけど、まわしを取ってるのはテルノハナさん。差し勝った。さあデミさん押しに入る。土俵際ここはテルノハナさん粘ります。差し勝って、これは甘い。足が外掛け、こらえた。さあ足を持ったままテルノハナさん真ん中に戻して来ようとすると、ここで差し勝った。デミさん寄りに入る。押しに入ってもう一度追い込んだけど、また差し替わる。差し替わる場所を置き、
差し替わったけど、これは甘い。そのままマシを持って押し出せない。粘る、押し出した。デミズさん優勝。そして技能関東主君すべてテルナーさんが持っていきましたね。ここ町部屋なんとか今場所もギリギリ優勝記録ね、連続優勝記録なん止まらずに済みました。冷やせもんでしたけどね。まあテロナーさんに取られたら仕方ないかなっていう部分ありましたけどね。はい、あーやめない。さあ、9月場所の前にまずはあー10、10、4、7、10、部屋記録は、優勝408回目ですね。もう勝率がおかしくなってますもんね。9割3分7人でね。デミさん何回目の優勝？ 5 回目の優勝ね。7割勝率切ってるんだけど、ここ一番が強いね。皆さんは番付一つ下げただけか、竹野内さんが小結びね復帰しましたね。切り傘大きく落としましたね。前頭11枚目まで落ちている。まあまあでもようデミさん優勝してくれたわはい、というわけで、今回はこの辺で、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は秋場所でですね、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。